キコさん、お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回はメッセージそして動画の方をご覧拝見させていただきました。やっぱり20年というと、もう本当人生の一部というかね、半分というか結構な時間を費やしてきたと思います。特に仕事っていうのは本当全身全霊を傾けて自分の能力の細かいところまで捧げる、そういった場所だと思うんですよ。でそこにいたってことはまさにそれが、まあ、人生だと言ってもいいのかなと思います。まあ、そこをね離れる決断はいろいろあったと思いますけども、されたことっていうのはああよかった楽になったっていうところもあれば、一抹の寂しさもあるのかなと思うんですよね。やっぱり普段通い慣れたところが自分の居場所が自分の居場所でなくなってね、そこには他の人がいて、自分一人が組織を抜けてもなんかそこの組織はね問題なく回っていくっていう現実もあります。まあ、でもねイクコさんは新しい人生を選んだことによってイクコさんの人生はさらに前に進むと思うんですよね。もちろん今までお勤めだったそういった時間も続いてると思います。イクコさんがいたからこそその職場を守られて、次にその会社に入ってくる人も困らずにできるところがあると思いますし、やっぱりね働いてお給料を得る以外の資産っていうものをその会社に残せたんじゃないかなと思います。そして同時にその20年間っていうのはイクコさん自身にも大きな資産となって心の中に残り、周りの人への信頼となり、これからのイクコさんの活動人生を支えてくれると思うんですよね。でこれから YouTube 活動をねさらにしていくのかもしれませんし、いわゆるネットビジネスっていうものによって今度はねより多くの人のためになることを多分情報発信をねしていけるんだと思うんですよ。こうちゃんのねこともどんどん出していってくれると思いますし、私もねこの大和くんね遅ればせながらバンザーイバンザーイってね可愛いんですよね。あれバンザーイカメラに映ってるの見ながらねこうやってるんですよ。イクコさんだよ、イクコさん、イクコさんバンザーイ。こんな感じでね、これからこうちゃん、イクコさん、私、大和くん、そして多くの皆様と一緒に、このね難しい世の中を楽しく幸せに乗りこなしていきたいと思いますね。大丈夫だよね、子供たちのためにも私たちが新しい道を作っておいていかなければいけないかなっていうところでございます。 YouTube 道じゃあ頑張っていきましょう。ありがとうございました。バンザーイバンザーイ、イクコさんバンザーイ。お疲れ様でした、イクコさんのお勤めの方。